宇部看護専門学校の第69回待望式は10月19日、中村3丁目の同校体育館で開かれました。来年度に現場実習を控える准看護科1年生26人が、それぞれが理想とする看護師像を胸に、医療人としての第一歩を踏み出しました。待望生たちは新型コロナなどの感染防止対策と時間短縮のため、事前にナースキャップを身につけて出席しました。ただいまより、宇部看護専門学校第69回待望式を執り行いますが、執り行います。名前を呼ばれた生徒は一人一人順に登壇し、ナイチンゲール像の明かりを自らのろうそくに移して点火。全員で、我は心より石を助け、我が手に託されたる人々の幸のために身を捧げ、とナイチンゲール聖詩を唱和しました。待望を迎えられた26名の皆さん、誠におめでとうございます。本日皆さんは看護人として、そして医療人として第一歩を踏み出しました。西村茂雄校長は、新たな使命と責任を背負って看護の道に進む皆さんが、知識と思いやりを兼ね備えた優れた看護師として学校を巣立つ日を楽しみにしていると激励。リハビリテーション内にあるあの介護老人保健施設の後楽園というところでございます。あの母親だったり、まあ、職場の人、職場の方の先輩方、看護師さんだけでもなくて、先生や、同僚の介護士さん、いろんな方に刺激をもらっていますので、すごく毎日の勉強になっています。学校で座学的な勉強をしながら、みんなで一緒になって、勉強、集まって勉強したりして、でそれをその仕事に生かす、仕事の現場で、まあ、高齢者の方だったりとか、前より本当にこの学校に入学したことでいろんな知識が自分の中に入ったので、利用者さん、患者様に対するケアというのはすごくこう根拠を持って自信を持ってできるように少しずつなってきてるなというのは本当に感じます。なので本当に看護師を目指してなれるように努力していきたいなというのが本心です。あ、そうです。はい。あ、でも、今、あの、同じ同学年の人たちもそうですし、2年生の先輩方とか、交換の方たちも、みんな学校行きながら仕事しながらっていうのをしてるので、本当に看護学校っていうのはそういうところかなと思う。もともと勤めてた、その、病院で勤めてた時も、宇部看護学校の、学生さんで戻りで戻ってきて仕事をするっていうのこともされてましたね。待望生たちは来年6月から市内の病院で基礎看護実習に臨みます。